皆さん、またお目にかかりました。健康的なチーフデモンストレーターの田原英一です。今日はこの中野のサンプラザの、はい、サンプラザの下あたりにあるこのバスターミナルでバスをレンズベビーベルベットで撮ってみようというふうに考えました。まあ、前回札幌の市電をレンズベビーベルベットで撮ったら結構面白かったと思ったんですけども、それをまあもう一点バスでやってみたいというのと、もう一つは他の普通のレンズとソフトフィルターの組み合わせで撮ったのとベルベットの違いっていうのをもう一遍実証実験したかったということからですね。では早速撮っていきたいと思います。はい、今回はレンズベビーベルベット 85F1.8 を絞り F2.8 で設定しています。まあある程度距離がある被写体なので、それで絞りをあまり開放にすぎてもボケてしまうし、絞り込みすぎてもボケの効果が使えないということで、前回の経験から F2.8 が良かろうということで設定をしています。で、ニコン D850 のレンズ情報設定も 85mmF2.8 で設定をしています。85mmF2.8 で撮影したものです。周辺のボケの感じ、非常に楽しいという感じになりましたけども、結構車が止まったりしますので、次は ND フィルター ND32 をかけてスローシャッターで周りの車を流してみようかなと思います。はい、レンズベビーベルベット85の先端にプロ 1D の ND32、これを取り付けました。まあ、こうしますとシャッタースピードがどれぐらいでしょう。はい、1.3分の1秒 F2.8 ということで、まあ、かなり遅めのシャッターということで車が流れる可能性が出てきました。これは多少露出補正を明るめにしてプラス1段にして2秒という露光時間にした結果、車が流れたといった感じですね。レンズベビーベルベットの場合は絞りを調整すると周りのボケの描写自体が変わってしまいます。つまり明るさ光量調整を絞りでできないということで、今回は ND で調整をしてみようというわけなんですね。はい、今回はレンズをオペラ 50mmF1.4FF に交換しました。まあ、ここでこのバスを撮っていこうというわけですね。現在は F1.4 で25分の1秒とかそういった感じですね。はい、はい、次にソフト表現ということでこのホギー B フィルターを使って撮影をしていこうと思います。まあ、見た感じもうすごいソフト、まあ、ソフトというか白っぽくなるタイプのホギー B というフィルターですね。これを使って撮っていきます。ホギー B を使うともうすごい光をあちこちを散らばしたような写真になりました。まあ、これはこれでね、ベルベットと全く違う世界ということで面白いと思います。で、この写真の EUGF 情報を見ると40分の1秒 F1.4 ということですが、まあ、ホギーは絞っても効果は変わらないというのが一般の考え方ですので、これで絞って周りのテールライト、ヘッドライトを流してみようという実験もしてみたいと思います。F1.4 だと25分の1秒とか30分の1秒といったあたりなんですが、これを絞りを変えていくとシャッタースピード F16 で4秒ですね。これで撮ってみましょう。撮れました。まあ、ヘッドライトの跡も出ましたし、ホギーの効果も変わらず出ていますね。まあ、レンズベビーベルベットと違って絞りの効果でシャッタースピードを変えられるといったところは便利かもしれません。とはいえ当然被写界深度の変化みたいのがありますから、
まあ、F1.4 のまま ND の32を重ねてもスローシャッター表現やってみようと思います。ホギーフィルターと ND フィルターを重ねる場合はホギーより前にこの ND32 色が濃いフィルターが被写体側に来るように取り付けていきます。ND32 をつけた場合 F1.4 で 1.3 分の1秒ということで、あとはこれで車が来て流れてくれれば面白いというところですね。今回はレンズベビーベルベットと、あとはオペラ 50mm プラスホギーということで実験をしてみました。まあ、全く違うソフト表現の感じになってしまいましたが、まあ、今度プロソフトなんかでも実験をしてみようと思います。まあ、バスを撮るときは、まあ、なかなかこの車は危険ですので危険がないように構えていただきながら、まあ、でもこの光石光の後ですね、うまく使うと面白い写真が撮れると思いますので、ぜひチャレンジいただければと思います。